はい。ではね、今いただいている、えー、コメントすべてを、えー、読んでしまいましょう。えー、そして僕はことに、あのー、進んでいきたいと思います。ではね、はなさんありがとうございます。えー、株くん、こんにちは、えー。最近コメント欄に返信してもなぜか消えてしまうことがあります。なので、こちらで書かせていただきます。 なみなみ様、宇野選手のバナータオル、無事予約することができました。えー、これでジャパンオープン、思いっきり宇野選手を応援することができます、えー、ありがとうございます。 他の方からもいろいろアドバイスをいただいてえ、着々と準備を始めております。いや、楽しみですね。そして、卓上カレンダーも無事届き堪能しております。えー、どの写真も、どの言葉も、えー、その時のことを思い出し、胸が熱くなります。そして、宇野選手とステファンコーチの写真もあって大満足です。えー、毎日、宇野選手の言葉を読んで、私も気合を入れなければと思っています。 えー、宇野選手とステファンコーチの写真集、出版をされないかなと。うん、これもね今後気になるところですね、うん。宇野君とステファン、かなり関係性がいいなというふうに感じますね。そしてエミリー様、どうもありがとうございます。えー、ステファンコーチとの写真集。なんかデニス君はそんな写真がありますよね。確かにありますね。えー、な何やら チームシャンペリー写真集どうかしら私はいつかチームシャンペリーアイスショーをやってほしいです。あ、いいですね。やってほしい。確かにえ。短時間でもいい。なんならシャンペリーのホームリンクでもいいから、誰か撮影行ってもらって、えー、配信よろしく買います、えー。花様、夢が膨らみますね。あのー、これ多分。 結構ね、それぞれのリンクでは、プチアイスショーっていうのをやってることがあるんですよ。多分やってるんじゃないかな。でも配信がされていないだけかもしれませんけど、やんないんでしょうかね。やってほしいですよね。うん。えー、ハナさん、えー、チームシャンペリーアイスショー、うわー、めっちゃいいですね。いいですね。いや、すごくいいと思いますよ。えー、現地でもいいからやってもらいたいですね。 あの可愛らしい街で美しいアイスショー、えー、素晴らしすぎますね。うん、とても、えっと、景色も綺麗なところかと思いますので、うん、配信とかもしてほしいですよね。えー、YM さん、えー、エミリー様、花様、えー、チームシャンピリーのアイスショー、そんな夢のようなスイスですか、すべてを投げ打って行ってしまうかもしれない自分が怖い。えー、フランス語、うん、は、ボンジュールとジュテームくらいしか分かりません。 うんえー、まで、あ、でも大丈夫ななんじゃないでしょうかね、うん、エミリー様、私たちが配信を買うので、地元の方を無料招待してあげてください。なんじゃってっていうね。うんえー、なんかそういうなんかファンの方には特別な。 あれがあるかもしれませんね。花様、夢のようなお話ですよね。えー、猫のカシューちゃんにも会いたいなということで、でもね、夢というか、これ実現してもいいんじゃないかなという感じがするんで、もし関係者の方が見ていたら、ぜひよろしくお願いします。はい。あ、そしてこちら、ゆみちさんのコメントは読みましたので、それですよね。 はいあ、こちらですね、えー。美輪様、どうもありがとうございます。えー、こんにちは。完全に集会遅れで皆様のコメントに追いつかず、朝はできましたが、えー、バタバタ。祥、え、真、ー、君ですが、まっすぐで正直だから時に誤解されることもあるかもしれません。しかし、ピョンチャンオリンピックから4年以上、時は過ぎて、祥、え、真、ー、君はかなり考え方やインタビューからも発言がかなりしっかりしてきていて、自分の分析もしっかりできているから、 たくさんの失敗をしてしまったことやうまくいかなかったこと、メンタルの持ち方、自分に合った練習のやり方やモチベーションなど経験からしか納得しないから遠回りしましたが、ようやく最近は練習も 楽しく、厳しく。また、ステファン先生との運命的な出会いから、スケートの楽しさも思い出し、頑張っていますよ。信頼もあ、自信も出てきたでしょう。で、翔馬くんは日本のスケート界を引っ張っていったりはな,な,なかったかもしれませんが、しっかり信頼に上がったばかりの、えー、緑トゥーランから昨年のボレードシーズンまで、 ずっと出れる試合は出場をし続け、日本代表として毎年コンディションが悪いとき、足が痛くて危険をしてと周りから言われても大丈夫としっかりと、うん、日本代表だからあのや,やりましたよ。えー、そういう凄さや、えー、っと、頑張りをスポーツニュースやマスコミは、あまりテレビでは報道をしないからか。 一般的には知られていないから残念ですが、しっかり責任を持ち、かなりのプレッシャーも、えー、もう何年も前から背負ってきましたよ。うん。えー、し馬君は、自分ではそんなことは絶対に言わないだろうけど、私はずっと応援してきたから知っていますよ。だからこれからは大変ではなく、ずっと大変だったから、えー、そこまで変わらないからと、あ、そこまで変わらないかと、うん。今まで通りですよ。えー、心配しなくても大丈夫。 いつも自分ができる最大権を出して頑張っていますよ。それからアイスショーですが、しょうまくんは今年はオファーがあったアイスショーはすべて受けたと言われていましたよ。アイスショーは自分の意見を言えるほど権利はないからとしょうまくんは言われていたから出演者を選んだり、ましては公,公演場所や回数に、に テーまで口出しできず、これは主催者側が決めるから、つまり大人の事情ですね。新潟公演は確かに名古屋公演土日と大阪公演土日の間にあり、日程的にも体の疲労的にも大変だったから、これは怪我をするからまずい。 えっと、急遽フリーではなく、ショートのグラビティにしたから、フリーを見たかったのにと物理があり、翔馬くんの耳にも入ったのでしょう。ナウボイスで、えー、申し訳なかったですが、本当にやれば怪我をするなと感じたから、ショートにしました、えー。楽しみにされていた方には申し訳なかったと本人が自ら言われていましたよ。なるほど。テレビで後にバーブル衣装の翔馬、えー、君を見ましたが、素敵でしっかりちゃんと滑っていて、文句言われるのはと。 うん、他の選手はほぼショートとフリーを交互に滑り、今までもそうでフリーを披露とありましたが、毎、えー、公演全部とは書いていなかったし、す、え、べ、ー、ての公演がショートだけなら言われても仕方ないけれど、だからか私が見に行った大阪公演はすべてフリーの G 線上メアトルで気迫がすごかった。もう責任感も感じましたよ。 えー、演技で見せる、やり遂げた大人で,大人でしたよ。指、え、摘、ーえー、それから大人って何でしょうかね。まだまだ24歳で、今まさに、今まさに成長中の、えー、若者だから、40や50の本当の大人ではないから、まだまだ勉強中で、オリンピックの不正をしたり、汚い大人よりずっと大人な,大人なのではと思いましたよ。その通りですねあの、うん。元総理大臣とか言いましたけど、全然大人かなと思いますよね。 はい、私より若いけどしっかりした大人だわまたまた鬼方にしました、えー、スケートと一緒でいろいろなタイプがいるからそれぞれ楽しく応援するのが大人らしい応援ではと思いました私も年はとっていてもまだまだ、えー、ひよっこですが語りました、えー、頑張ってシャマくんと、うん、いうことでね、まあ、僕も本当選手の皆さん見てると大人っぽいなってすごい思いますね三輪、うんえー、さん パープルがバブルに、うん。えそれからザ・アイスは先日、セレポから全公演の写真が2000枚近くあり、 えそれから好きな写真を35枚選び、フォトブックに出てくる企画がありました。えー、その新潟公演を見たら、ちゃんと笑ったりしているし、楽しく頑張っていましたよ。できることをしっかりされ、ネイさんとのコラボナンバーに、ガブリエルのオーボエも素敵にえ、グラビティも素敵だったとあり、エンディングも笑顔があ,ありましたよ。謝らなくても頑張ったのにと。うん。謝る必要っていうのは全然ないんですけど、結構なんかそういった物理があったらしいですが、うん。 これ、以前ありましたよね。はい、あ、これ、ノイル・タさんのコメントは、あ、これ、途中ですよね。ちょっと、飲んでいきたいと思います。えっとね、フィギュアスケートに関するお話なんですが、ここはさっき読みましたね。で、えっと、ここからになってくるんですが、えー、羽生くんももっと上手くなるといつも言っていますが、24時,時間テレビでは、招待した、 高原金子さんに先が見えない不安があると言っていました。それに対して高原さんは確か今のことを続けていれば先はあるんだからそれでいいんじゃないの的なことを言われていたと記憶しています。そして予想通りつけれんは集客が難問になったので四大陸選手権を、うん 有明アリーナから、えー、東京体育館に変更をしたそうです。表向きは設備の関係としていますが、値上げする協議会もあり、集客の軽減を見越して利益を上げようとしているのではないかと言われています。なるほど。うん。なるほどですね。で、羽生君がスケレンに加盟している間は、羽生くんについているスポンサー料の一部はスケレンの利益にもなっていましたが、これからはそのようなこともなくなるので、金銭面は厳しく。 厳しいことになるようです。これも僕感じてますね。かなり大変なことになっていく可能性があります。人によっては、スケレンは、羽生譲れを守ってやれなかったんだから、自業自得だと言っていますけど、私もそう思っていましたが、テレ東のインタビューを見れば分かってしまいましたよね。それに ISE もそうですが、トップは大抵欧米人なので、日本人はいつも不利な状況に立たされてしまいます。うん ただ、今回会長になったのは、人は、えー、韓国人なので違ってくる、えー、ということですね。なので、日本は不利にはされないかという懸念があるにはありますけど、とにかく日本のフィギュアは選手層も厚くなっているので楽しみですね。えー、三浦佳生君、全力応援します。頑張れと,、ねと,ね、ということで、まあ、ジュニアの選手たちを見てても、かなり日本の選手、えー、層が厚くなって、しかも強くなってますので、えー、楽しみですね。 はいえー、マントマンクレオンさんどうもありがとうございます、えー。住吉選手はジャンプ以外の質も素晴らしく、表現力も素晴らしいので、ジャンプが決まれば表彰台いける実力を持った選手ということで期待したいです。いや、本当なんですよね。うん。あと、マルリンさんと同じ、私も島田選手に期待しています。えー、三浦選手はジャンプよりもスピン、ステップが気になります。上手くなってるのかな レベルが取れることを祈りたいです。これもその通りですね。うん。あの、そこら辺がどのように進化してるか。今期は確かオペラーさんの怪人だった気がするので、そこもちょっと気になってますね。うん。楽しみにしていきたいと思います。彼はチャレンジャーズシリーズから出てくるのかなと。えー、マイク・バキラさんどうもありがとうございます。カブくん、こんばんは。えー、マリニンくん、ほろ苦い発信ですね。 うん、こ,れがしあこれがシリアの洗礼なんでしょうね。えー、バカずバカずですよ、えー。これから、これからよ。うホ、ん、ラーキさん、相変わらずですね。うん嫌いではないけど、こだわりの強いお方で、ペアやアイスタンスの魅力もお伝えしましたが、興味ないと,、えー、との、えー、そっけないお返事で、えー、残念でしたわ。うん うん、そ,うそうなんですよね。え三、ー、浦佳生くんの初戦は、おそらく9月30日から、えー、10月2日の東京戦、あ、ありがとうございます。東京選手権だそうですよ、三浦佳生くんは。うん、楽しみですね。あの、うん、柴田幸宏君と西山慎吾君8歳、あ、ああえっ、ー、と、西山慎吾君は、えー、佐藤駿君もいますということですね。で、西山君はもうアイスタンスをやんないのかなもったいないですよね。彼はシングルの方に、 集中していくということなのかな。クリケットの方もやめられて、多分日本に帰っていった可能性があるんですが、ちょっと動向がつかめてないんですよね。えそして、えっと、島村ジョーさんからさっきあのコメントびっくりしたんですが、えー、カくんこんにちは。インスタグラムになんと紀平さんの練習の緊張が上がっていましたということですね。本人が恐る恐る小さなシングルアクセルと書いてましたが、 中部大会に出るならきっともっと高度な構成が練習してるはずですねということなんですが恐る恐る小さなシングルアクセルっていうところがちょっと気がかりですね。 うん、今回は有観客か無観客か発表はしていませんが、そろそろ時間切れで発表するかなと気になります。有観客なら東京大会に行きたいと思っています。うん東京大会は今回東伏見か明神宮かどっちだかなと思うんですが、どこでしょうかね、えー。何も情報がないのですが、川端さんが見たいと思っています。あー、川端さん懐かしいですね。てか懐かしいっていう風になってますけど、彼女は一体どうなってるんでしょうか。あのー 畑崎ささんんとといい庄司、えー、岡島先生のところの先生,、えー、生徒は、樋口選手以外は、ちょっとなかなか短いですね、うんあの。僕も見たいです。川端さん、トリプルルッツ大きいですので、あの大きなトリプルルッツや素敵なステップが久しぶりに見たいです。うん、で、か、え、ぶ、ー、さんがスタンドやロンをやっていたとは知りませんでした。あ、そうなんですよ。うん、で機会があったら拝見してみたいです。 あと、庄司りささんのも検索してみたんですが、ヒットしませんでした。久しぶりに、庄司さんの YouTube に残された動画を見ましたが、レジェンド・オブ・ホールとリビル・タンゴは全日本で見ましたが、なんとも言えず花がありました、えー。その後はなかなかジャンプが決まらなくなり、上位に行けなくて悔しかったです。うん、というところまでですよね。だから、庄司さんは、この時の演技非常に良かったと思うんですが、 ジャンプの回転不足だったのか、点数があんまり伸びなかったですよね。で、その前の、えー、シーズンのなんとかの物語っていうプログラムやってましたが、これも何とも言えない素敵なプログラムでしたね。ただ、なかなか中続きはしないんですよね。うん。で、実は住吉リオンちゃんも、えー、同じチームですので、そこら辺がちょっと心配はしてますので、お願いします。よろしくお願いします。はい。 あの樋口新葉さんっていう素晴らしい先輩がいますが、どうやら彼女はですね、清水さんは、えー、っと長い優香さんに憧れているらしいので、うん、ということですよね。うん えー、藤原うまこさんどうもです、えー。ちょっと待ってください。私はフィギュアは素人でよくわかんないですが、見るのは大好きです。えー、それに、ゆずるくんは最高に好きです。えー、なぜ揉めているのかわかりませんが、みんなで日本のフィギュアスケートを応援しましょう。せっかくのかぶくんさんのチャンネルを楽しみましょう。ありがとうございます。うん。いや、本当その通りで、フィギュアスケートを楽しく応援していきたいですよね。 うん、あのプロの世界も現役の世界もどっちも楽しんで、うん、僕は行きたいなと思っているんですが、うんえー、美輪さんありがとうございます。こんにちは。あれ、私の鬼語りが3週遅れくらいで間に合わず、えー、前の動画にコメントをよかったら読んでくださいね。多分先ほど読んだコメントになるかなと思うんですが、梶原様や、メイ様、花様、えー、エミディ様や、YM 様、サラ木さらぎ様、 24様、ゆメいち様に松井様、竹森様、舞久保様、マレリニン様、えー、並々様、夏美様、いつも読ませてもらい、大きくうなずいて聞いています。ありがとうございますということですね。なかなか一般的にはまだこんなに頑張ってきたしょうまくんが知られていないのは残念ですが、これからも進化中だから、そのスケート、滑りから伝われば嬉しいですね。 えー、昨年 NHK 杯を年配の方も見た人がたくさんいたらしく、うちの母も翔ょうくんうまくなったですね。あ うまくなったね。マイクですスがアップされたお顔に、まあなんて綺麗で目が大きく可愛いよね。って、ショは何回も言っていましたよ。ジャンプもこけなくなったんじゃない。斜めになってきたんじゃないということで、昨年 NHK 杯を年配の方も見た人がたくさんいたらしく、うちの母もショ上手うまくなったね。マイクですスがアップされたお顔に、まあなんて綺麗で目が大きく可愛いよね。 えー、翔馬くんはと何回も言っていましたよ。よ、えー、ジャンプも極なあこれ読みましたよね。うん、きっと今年も、えー、あの翔馬3部作にバタンバタン、えー、増加要素ですよ。よ、えー、頑張ってえー。翔馬くん、三宅パワーを振りまいてということですね。うん、あの僕はね。ちなみにあのどのファンの方もえっとまあ、まあそれぞれの意見がありますので、いいかなと思うので、まあそんな感じでちょっと見ていきたいんですけどもね。本当はうん？ えー、アクアマリンさん、どうもありがとうございます。マーク・ゴロドニツキーイ、イスラエルはカナダ生まれで、練習拠点はカナダのようですね、ということで、あ、なるほど、親がロシア系のユダヤ人なのかもしれませんね。長い間、イスラ,ムイイスラエル代表だったビチェンコさんが引退をされたんで、これからはマークですね。 うん、イスラエルって女性の選手も結構ユニークな演技をする方が多くて結構僕マークしてるんですよ実はね、うん、あのー、楽しみですねこれから、うん、ただビチェンコさん30歳超えてたと思うんですけどついに引退ということですねうん はい、えー。そして、マイク・バーティラさんどうもありがとうございます。株くん、こんにちは。えー、僕は株くんチャンネルではフィギュアスケートの楽しさを語るのに貴重な場で本当に感謝しています、えー。特定の選手だけを応援するのは全くもって問題はありませんが、他の選手を貶めることだけはやめましょうね、うんえー。僕は一押しの三原舞ちゃんのことを語れるのは嬉しいですし、他の選手を見ることも大好きです。えー、海外選手も含めてね。 だって僕はフィギュアスケートファンなんですよ。うん。あの、僕もマイクバーさんと全く同じですね。ほんと全く同じですえ。日本選手は応援しましょうよ。だって皆さん日本人でしょえ ?3 月のモンペリエの世界選手権を見てると、フランスの観客はりくりゅうの演技大好きで、あ 大好きそうでした。あ、そうですね。これもそう思います。えー、成熟したファンたちですよ、えー。皆さんはペアやアイスタンスにはあまり興味をお持ちではないようですが、面白いですよ。きっと魅力の虜になると思いますよ。実はね、僕もちゃんとあの見ていたんですよ。うん。あの、面白いですね、やっぱりね。ただ、 まだね、テクニカル的な部分がわかんない部分も多いので、ちょっとずつ勉強ということですけどもね。渡辺様、安定剤を飲むほど緊張をしないでください。うん。えー、CS 放送の JS スポーツ4チャンネルでは、時、え、々、ー、フィギュアスケートの放送をしていて、このチャンネルでは全滑走者の演技が見られます。えー、ほう、こんな選手がいるんだなと、新鮮な発見もありますよ。うん。あの、本当ですね。僕も、 YouTube のね、ISU チャンネルであったりとか、見て、ああ、こういった選手いるんだ、あの決して上にはいかないけど、点数は最下位かもしれないけど、ああ、面白いなって力をもらえたりとかね、そういうの結構あるんですよね。なので、うん、まあ結構楽しいですけど、まあ、その選手だけが好きだとかになっちゃうと、なかなかね、難しいんですよね。うん。 はい。えー、ワイルーさん、どうもありがとうございます。えー、リ,ボリボンがトレンドに上がっていたんで、見てみたら、4回転トーループトリプルトーを降りたと、試合で成功をさせたら、マリン・アマオちゃんのトリプルアクセルですごいことになりますね。えー、すごい、4T、3T。うん、でも4回転トーループ単独でもまだ彼女は降りていないと思うんで、いや、お願いします。もう、清吉さん、本当にお願い。うん。あのー、本当ね、 あの彼女はもうあの遠慮なく勝っていってほしい選手。うん。試合で決められないなら安定の演技をしてほしい気持ちもありますが、特に宇野選手は何種もバンバン入れてハイリスク入りたんで、普通じゃ考えられないアスリート魂です。うん。そうなんですね。だからリオンちゃんお願いします。本当ね、お願いしますってね。うん。一発覚醒、頼みます。 はい、セ、えー、ミティさんどうもありがとうございます。羽生さんも内心、今の日中関係について思うことはあるでしょう,うん。まあ、結構思ってま思っていると思いますよ。 うん、しかし、羽生さんは日本を愛し、地元を愛す真の日本人です。え日本ファーストは言うまでもありませんね。え中国で人気絶対なんで、あくまでも、えー、応援する中国ファンを考えての出席を決めたんでしょう、うん。これは本当僕もその通りだと思っていますね。やはり日本を愛し、仙台を愛してっていうのは一番かと思いまして、中国にファンが多いので、それをだけを考えたんだと思います。だからそれ以外については別にっていう感じの方が大きい気はしますよ、僕も。 はい、えー。半田和子さんどうもです。私は、カブさんの動画は以前は自由にコメントをして、それに対してカブさんが丁寧に返事をしているのが楽しくてよく見ていましたが、えー、最近は行き過ぎていると感じています、えー。女性特有の意地悪さも感じたりします。なるほど。うん。カブさんも大変ですね、えー。スケートに関するコメントなら情報として参考になりますが、悪口は良くないです。えー、選手たちも迷惑です。ほどほどにしてほしいです。ということで、 うんまあ、女性特有の意地悪さっていうのはやっぱりね、ちょっとある感じっていうのはね。うんまあ、もしかすると見え隠れしてるのかもしれませんね。うん、おはりこさん、どうもです、えー。こんにちは。いつまでも平行線なのかな、うん、難しいですね。 私は、羽生さんが引退されたら場所が違うところになるから、平和が訪れてくるかと思っていましたが、なかなかそうもいかないですね。うん、だから僕もね、安心し,していたんですが、なかなかね、そうはならないんですよね。うん。まあ、最近は羽生さんの話題の少なさは、カブさんがおっしゃる通りニュースの差ではないのでしょうか。うん、あのね、 話題が少ないからといって、悪いとか良いとかっていう話は全くないんですよ。むしろ、あの話題が少ないことによって、特別性っていうところもありますし、それがいいこともあるんですよね。うん。多分また羽生さんの YouTube が配信されたら、羽生祭りになると思いますし、試合が始まれば、他の選手の話題になっていくと思います。その通りです。本当その通りで。あの結構、本当、そんな感じなんですよね。 だから、わーって盛り上がるときは盛り上がって、盛り上が話はないときは見ないとかっていうのはちょっと違う気がしますね。うん。私は試合が好きだから、そろそろ本格的にシーズンに入るなとウキウキしていますよ。同じです。あの、僕もです。うん。それはそれで楽しいし、羽生さんのプロの活動も楽しいんで、どっちも楽しんで何がいけないのっていう感じなんですよね。すいません。はい。えー、なんとなく思うんですが、私は〇〇が好きだから、それ以外は見ないですって意見がありますが、問題ないな,なと思います。それも同じですね。 うん、だってもしかして昔の演技で情報がストップしていたら成長なんて見れるわけですよねと。うん。あ、見れないわけですよね。その通りですね。うん。本当その通りだと僕は思いますよ。だから、あの、すみません。僕はあの、楽しいんですよね。宇野くんの話も、羽生くんの話もあって。だけど、だから、あの、それだけのファンだとすると、ちょっと羽生くんの話はなすぎるんだけどってありますが、少ないからといって悪いとかって言ってるっていうことは全くないんですよね。 うん、だから、僕はウキウキはっしょい気分なんでいいんですが、まあ、一部そういう人がやっぱりいるってとこあるんですが、難しいですね、本当に。うに、ん。どうしましょう助けてください。はい。えー、マスミンさんどうもありがとうございます。えー、かぶくんお疲れ様です。えー、あの、汗マークがちょっとありますけど。 まあそこはちょっと言っておきましょう、えー、株君勝手にすいませんが私のフィギュア好きフィギュアの見方は株君に似ているような気がしますうん。比較的全般に興味があって何人か特にお気に入りの選手はいるけれど嫌いな選手はいなくて今現在の競技に興味がいっているような感じですねうん そうですね。まあ、そん結構やっぱり競技の方がやっぱ気になってくるタイプなので、まあ、でも最近いろんなアイスショーとか見ててアイスショーも面白いなとかペアとかアイスタンスも面白いなっていうふうに感じてるんですよ、うんえー。それゆえに自分の目標であったけどなかなかできていないと思っていた今に生きるを、えー、実は私はできていたのかなと思っていました。なるほど。 うんえー、混乱していますが、好きなまる選手のことを語ってくださいというのは、他の選手のことは書いていけないのって少し感じてしまいます。株、えー、君、そこはどうなんでしょうかということですね。なるほど。いや、別にそこは大丈夫です。他の選手も語ってもいいかなとは思うので、うん、結構重要な感じはあるんですが、ここの,えここの、えー、年行事どころか、うん、月間行事のようになっている羽生君と小野君の ファンの物理は私は本当に困ってしまいます。うん。あの、私は羽生くんのファンではありますが、本当に両方好きだし、ここに来て最初は、えー、そうですね、あの、羽生くんのことばかり、えー、書いていましたが、宇野,くん,のに宇野くんにも興味はあるし、ザ・アイしてご本人が目の前に立ってくれた時は、えー、すごい感動しましたよ。うん。そうですね。だから僕も、なんて言うのかな、あの、 まあ、どっちのファンとかっていう風にくぐりを本当はつけたくないんですが、なかなかね、難しいですよね。うん。憶測になりますが、羽生くんもファンには自分に集中ばかりではなく、フィギュア全般を好きになってほしいと思う。 そ,その通りです。その通りだと思いますよ。うん。彼もプルシェンコとジョニー・ウィアーと二人とも好きでしたよね。荒川さんのことも尊敬しているし、えー、個人的にお付き合いがないのであれば、えー、その選手の性格や、えー、人となりは個人的な印象でしかないと思います。これもその通りです。うん。だから、あの、結構家族だったらわかりますけど、家族ではないんだから、そんなにはその,その人の性格なんて、優しいか優しくないとかっていうのもぶっちゃけわかんないですよね。 うん、だから、僕はまあフィギュアスケート演技とかに惹かれるっていうのはそういうことなんですよ。うん、だって、その人の実生活とか、全然分かんないじゃないですか。だからあのまあ言葉、言葉で言って、それで反応を想像するのはいいですけど、そうかっていうのは分かんないですよね。だから、ぶっちゃけ、あんまりそこは、ね、いいかなっていう感じを持ってます。うん、そして、同じような印象を持ち合わせた人たちが、その選手のファンになっています。うん また一部の方は、他のプラットフォームで見た低速な書き込みを、ここでのその対象選手のファンに投影して感情的になっているようにも見えます。これもその通りな気がしますね。あそこで見た〇〇ファンとここのファンは違う方ですということですね。うん。そうですね。だからまあちょっとしんどいところもあるんですけど、なかなかね、うん。難しいですね。うん。 あと、一連の流れが分かんない方とかもいて、えー、それで、まあ、あの、入ってきて、また再燃ということもあるんで、なかなか難しいですけども。はい。えー、後部陽子さんどうもありがとうございます。えー、かぶくんこんばんは。ちょっと書きすぎました。お騒がせしてすいませんでした。えー、かぶくんご迷惑をおかけしました。えー、それだけ書きたくてという、あ、もうね、本当もう大丈夫ですから、でもね、これからね、羽生くんの話題はね、必ず出ますからね。うん。で、あのー、なんていうのかな。 で、結構、祭りになったりすることもあるので、あのー、まあ、ちょっといつ出るか分かりませんけど、まあ、結構、そんな感じで楽しんでいければ、一番いいかなとは、僕は思っています。はい。という感じです。 はい。というわけで、皆さんありがとうございます。えっ、ー、と、これで全てのコメント、今のところ読みましたので、えー、これからいろんな宿題であったりとか、うん、えー、まあ、その陸上フィギュアであったりとか、まあ、それから見,見たい動画もいくつかありますので、えー、そういったものを確認してきたりとか、そして学校へ行っていきたいと思っています。はい。えー、それではね、えー、これでえ終わりにしていきたいと思います。引き続き、後ほどよろしくお願いいたします。